妖怪ウォッチのフィッシュソーセージを紹介します。蜜水のフィッシュソーセージです。めくってみようかい。ダブルシール付き、全部で30種類です。僕はジワニャンが可愛いです。上のシールは妖怪の形や水族マークの形になってるよ。1枚目をめくると名場面シールが出てくるよ。いつのシーンかわかるかな。裏面は1のシールが貼れるようになってるよ。では開けます。4本入りです。シールを出します。せーの、こちらです。こちらです。あ、違うのが出た。あ、後ろに違うよ。私はジバニャンが出ました。ブリッジ、オレッジ友達服はうち。ジバニャン友達妖怪シールはシャレコ夫人です。1枚めくってみます。うわぁ、シールがない。こんな感じです。これシール剥がさないと下の画面は見えません。裏側はこんな感じです。ジバニャンの紹介が載っています。僕はウィスパーが出ました。友達妖怪シールは長物です。裏側はこんな感じです。ウィスパーの紹介が書いてあります。ちょっと剥がしてみるとこんな感じです。なんかチュータくんがムラムライオンになってるみたい。2枚目もシールになっています。ソーセージを食べてみます。なんで白なんだろう。いただきます。白いです。プルンプルンです。飛んでっちゃう。本当に飛んでった言った通り。美味しいです。そうめんみたい。てててー。美味しいです。美味しいです。美味しい。妖怪ウォッチのフィッシュソーセージでした。バイバイ。